ドラゴンクエスト9、星空の守り人、実況者は DL デダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さんお世話になってます。ではパート2やっていきたいと思います。世界中を目指してますね。はい。お、通らせてもらえるそうですね。いろいろと裏で話は聞いてきました。イザヤールっていう、すごい天使。まあ、師匠ですね。あともう一人、ラフェットっていうね、すごい、天使さんもいるみたいですね。どうやら自分の死はイザヤールだったみたいです。高校球児みたいなね天使さんなんですけど、さあ世界中到着。はい、捧げるとどうなるんだ。このオーラが木を育ててくれるのかな。もう世界中はね、ドラクエシリーズではもう毎回出てくる世界樹の葉っていうアイテムがあって、まあザオリクと同じ効果ですね。アイテム MP 消費なしにキャラクターを、命を吹き返してくれる、そういうアイテムなんですけど、ドラクエ9の世界樹はどういう役割を果たしてくれるのかな。星のオーラを捧げられた世界樹は実に美しいだろう。あんまりわかんないぞ。人間たちからオーラを受け取り捧げる、これこそが天使の務め。ボルロ村の守護天使ダリュナギ、お前の今後に期待してるぞ。はい。成長すると羽がでかくなるっぽいね、どうやら。やはりいちいち、うん、面倒、うん、うん、全然 OK です。そっちの方がこっちも助かる。さあ、オムイ様のもと、了解。じゃあまたあの長老、長老のとこに行こう。ドラクエはもうこういう世界観がね、決まっちゃってるからね。村があって、そこに長がいて、それが長老で、ね。で、だいたい悲しい BGM してる村の方が多くて、まあそれはま、やっぱり魔物から襲われてでね、魔物に苦しめられてて、そういう状況になって、で、その魔物を倒してあげてハッピーっていうね。これはドラクエですね。ドラクエのよくあるパターン。で、たまに明るい感じの雰囲気の BGM が流れてるところにはカジノがあったりとかね。あるあるなんですよね、ドラクエのね。我ら天使の使命は世界中を育て、女神の果実を実らせる。なるほど。人間を守り、オーラを集めてくるのも全てはそのため。じゃあ、了解。背中に輝く星型の穴のそばに女天使、了解です。じゃあ早速なんですけど、地上界にまた前戻って戦闘していこうじゃないか。あの人ですね、あの天使さんですね。行きます、頑張ります。全然天使の羽育ってないけど飛べちゃうんだね。こんな自由自在に飛べるのか。何が不思議なんだろう。ニートさん。あ、ニートか。前は確かイザなんとかって名前だったような気がする。ナルになってる。あー、イザヤールからね、ナルに変わったってことですね。村のみんなが変なんだ。じゃあそれが天使様の力とか。バーカ、天使なんか本当にいると思ってんのか。天使がいるとかそんなの信じてるやつは石頭の立花だけだっての。なるほど。道具屋さんがあって INN 宿舎ですね。これは教会ですかね。話せるんだ。そっか、姿は見えないのか。どうしたもんかね。立花に会いに行くのかな、流れ的に。なんだ、馬の糞、馬の糞取ってどうするん。肥やしに使うのか。おー、そういうことか。いいことすりゃいいんだな、とりあえず。了解。道徳心が育まれるゲームだな、これは。
珍しいタイプだぞ。あんまないからな。壊せない。そっか、さすがに、村人がいるとこで壊すとダメか。とりあえずじゃあまあ順番に入ってってみますかね。でもこのドアが開いた瞬間気づくよな。え？ってなるよね。わっつってなるよね。あー、村長の息子なのか、ニートくんは。ニートから来てるな、ニードは。あー、妹がいるのね。開くかな？やったー。妹気づけや。タンス開けられてること気づいてほしいな。なんか取り逃しはないかな。大丈夫そうですね。はい。まああっても別にいいんだけどね。序盤の方だから。INN は違う気がするけどな。リッカを探せ。お、いた。やったけど別に何か始まるわけじゃないんだな。サービスな、大事なことですよね。海外のサービスが悪いっていうね。いや違うんだよね。日本のサービスが良すぎるんだよね。本当に日本ってそこはすごいからな。爺様の形見、指輪を探すミッションがあるらしいね。これは BGM かわいいね。すっげえほのぼのしてんじゃん。最近村に幽霊が出る。なんか自分のせいなんじゃないかとちょっと不安になるが、特にないね。何もないね。そっか、ニートくんはリッカが好きなのか。なんかちょっと天然っぽいとこあるもんね、パッと見。天罰。そんな天使様やだろう。2ゴールド。何もなし。夜になると人玉、ここら辺だな。夜にして退治するんだろうな。気配を気づかれてるな。おうおう、ありがとう。片身の指輪。なるほど。じゃあちょっとおばあちゃんとこ行こうか。そっか、話しかけるの結構大事なゲームらしいね、ドラクエ9は。どうやって渡すのよ。よかったな、おばあちゃん。またオーラもらえましたね。これオーラ集めてまた上に戻んなきゃいけないのかな。どこまでやればいいんだろう。よくわからないけど、まあいいか。どんどんいいことするか。お、いいね。勝手に夜になるのね。てかこれをやると夜になるんだ。これでストーリーが進行するんだな。よし、人玉っていうのをね、探そうね。お、イザヤールさんじゃないですか。どうもどうも。あー、なるほどね。ところでダルよ、実はまだお前に教えることが残っていた。死しての地、まだ地上さまよってる魂を救うことも天使たる使命。へー。魂の声が。全然聞こえない、ごめん。全然聞こえないわ。人玉ってやつか。あー、これかな？ぽいね。そうか、もしかしたらって、そう、死んじゃったんだよな。ああ、その通りだ。あー、成仏。あ、これもオーラになるのか。これも人助けのうちの一つなんだろう。あざっす。
オーラゲット。あの者も悔いなく天に召されたであろう。何これは戻るべき。あ、どっちにしてもこれかイベントだな。すげえ、銀河鉄道じゃん。天の箱舟、気が変わった。誰よ、やはり私も天使会まで同行。ビアン武空術ですね。どういうことなんだろうね、あの銀河鉄道は一体何なのか。はい、行ってらっしゃい。じゃあ、まあどっちにしても長老の部屋には行くんだよね、これはね。長老の部屋から繋がってるからね。先に長老の話を聞くのが先なのか、どうなのか。いねえ、長老が。天の箱舟、ね、一体何なんでしょうね、気になるところ。これは世界中の方に行くといるやつですね。きっとそうだね。一石二鳥パターンだな。探せ。これビャッと飛んでいけたらいいんだけどね、歩かなきゃやっぱいけないのかな。このゲームなんか Wi-Fi の設定が最初あったんだけど、もうサービス終了してました残念。お、もしかしてみんなとできるのかと思ったけど、これはできないらしい。しょってるの剣だよね、爪楊枝に見えてきたぞ。見よ、この世界中今にも溢れ出しそうだ。ほう、あ、本当だ。試しに3つ行ってみますか。身を結ぶのか、文字通り。おお、すげえ。おお、めっちゃできた。すげえ。出た、銀河鉄道。おお、なんか向かってきてないかこれ。イザヤールも結構あれなんだね、天津飯みたいなぐらいの体型してんだね。もっとちっちゃいのかと思ってたら。崩れ落ちたじゃん。おおおおおお、明らかに邪悪なオーラをまとった光が。騙されていたのか。おー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 、すげえ。おお、なんか飲み込まれたんじゃねこれ。そして飛び散った。飛び散ったこれを集めに行くのかな。そんな感じするね。そんな感じしてきたね。ここでオープニングムービーか。なるほど。すげえ綺麗。おお、かっこいい。結構な勢いだな。ドラゴンクエスト9、星
星空の守り人。かっこいいね、オープニングムービー。すげえな、よく DS でここまで。あれ？あれ？あ、もしかして天使じゃなくなっちゃったの？いや、ニードくん。お前こんなとこで何をぼっとしてやがんだ。なんでこんな得体の知れない奴の面倒見てるんだ。着てる服はヘンテコだし。きっとあれっすよ。こいつの名前が守護天使と同じだからそれで気に入ってるんですよ。ふん、その名前も本当だかどうか。お方売れない旅芸人がよくこんな言葉思いつくな、パッパパッパと。すごいね、ニードくんも。逆にすげえわ。そうだね、ニードくんはね、リッカちゃんのことが大好きだからね。あー、もうなんか、パンに見えてしょうがないんだが。もう行くぞ。みんななんか9歳くらいの小学生っていう感じに見えるけど、これ結構背でかいんだよね。さてと、うん。おーい。なんと天使じゃなくなっちゃいましたね。地上の人間になってしまったようです。天使が。これがどんな影響を及ぼすのか、交互期待なのかな？はい。ではね、パート3へよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。